始まりました生の北海道、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。おはようございます。イエイエございます。久しぶりですね。久しぶり。最近何してましたかっていう。最近はもう虫のように、虫のように、虫のように曲を、虫のようにって書いて、はい、曲書く虫、虫のように曲をレコーディングしたい、はい、ついこの間ちょうど2日前までずっと、まあ、1週間ぐらいね、うん、芸術の森スタジオという、はい、大きいね、北海道の、 あの山のね上にある森の奥にあるスタジオにみんなで、あの、まあ、寝泊まりしながら、うんうん、はい、制作をしてきたわけですが、はい、素晴らしいアルバムになっています、うん、現状でね、うん、この制作期間っていうのはかなりメンバーにとってもレベルアップの時間になってまして、うんうんうん、ゲーモリの1週間で和樹と岡崎くんめちゃくちゃレベル上がったよね。めっちゃ上手くなってると思う。上手くなったよね、うん、まあライブもあったしね、うん、ここ最近なんかメキメキスキルアップしてるなって感じしますね。だってお昼の12時ぐらいからまあスタートしてさ、うん、レコーディング、うん、もうずっとベースとドラム一緒に叩き狂ってさ、うん、であれじゃん、遅い時は12時コースだったでしょ、うん、って考えたらそれだけの時間ずっとベースとドラム集中してさレコーディングしてたわけだから、うん、結構楽しかったけど、楽しかった。あの二人ともね目が死んでる時も、うん、バッチリ。大久保さんもね、今回、うん、はい、あの、アルバムに参加してくれるということで、はい、あの、大久保さんも呼んで、うん、はい、大久保さんもね、吹き荒れてたよね。うん、荒れてましたね。吹き荒れてた。楽しかった、サックス撮り。うん、結構あの、目の前でサックス吹いてもらってレコーディングするっていうの初めてだと思うんだけど、うんうん、そうだね、結構遠隔だったんで、今まで、うん。あの、もう目の前でこういう感じですってさ、うん、もうこれ、もう大久保さんのさ、目の前ってさ、うん、大久保さんと一緒にこう、あの踊るみたいな感じでレコーディングしてもらって、すごい曲にしっかりあのフィットするサックスが、うん、撮れたかなと思ってたり、うんうん、はい、もうね、岩井くんもね、映像も頑張って撮ってくれてて、うんうん、そう、映像も撮ったんですよ。はい、いろんな、ね、うん、結構面白いもの撮れたよね。うんうん、楽しかった、その映画部みたいな、うん、ね、映画クラブみたいな感じあったよね。自分らでこう映画作ったりだったね。うん、しばし待たれよと。しばし待たれよ。はい、考えてみたらさ、俺らってさ、今映画部で思い出したんだけどさ、うん、あの、例の曲書いたじゃん。うん、覚えてる、うん、あれって、多いよね、最近。なんかその、ま、発表できないからさ、言ってなくて、作業だけは終わっててさ、うん、曲とかもう書き終わってんだけどさ、うん、来年だっけ、あれ今年の末だっけみたいなさ。うん、来年来年かな、来年か。まあなんかいろいろね、実はあの、たくさんトラップをね。はい。トラップ、トラップ。あの、まあ、そう、みんなが喜んでくれる仕掛けを。そう、面白トラップをいっぱい仕掛けまくってて、うん、はい、自分たちでもどこに仕掛けたか忘れてるぐらいの。それぐらいいろんな話が今あって、うん、ちょうどあのね、例のね、うん、例のバンドの人とね、うん、コラボレーションこの間、ちょうどこのワンスタでやったりとかしてて、はい、うん。ほぼ話せないの。ほぼ話せない。ほぼまだ話せない、うん。すごい楽しかったよ、刺激的で。うんうん、あの結構ガリレオと、関係がちゃんとね、うん、ある、アーティストの方と一緒にちょっと曲をね、うん、書いたんですけど、もう向こうもね、すごく感激してくれてて、うんうん、すごい僕らも刺激もらったし、うん、何さ、めちゃくちゃ歌うまい人だったんで、うん、すっげえ楽しかったです、ね、うん。ちょっと誰か当ててみて、っていうところで。はい。シークレット。ということで、あれですよね。まず、うん、今日お話ししたいこととしては、うん、はい、発表できない情報だけじゃないですか。うん。そうです、ね。池岡崎くん。もうすでにね、はい、発表はされていると思いますが、はい。はい、ポーター・ロビンソンさんのワールドツアーに、スペシャルゲストとして、出演が決まりました。やったー。ありがとうございます。ポーター・ロビンソンさん。うん。ポーター・ロビンソンさん。ポーター・ロビンソンさん。ちょうどさ、アルバムをリリースするじゃないですか。うん、ポーター、うん、くんが。聞いたじゃん。曲。うん、新曲も、うん。2曲今あるのかな、うん、めちゃくちゃいいじゃん。うん。いいね。もう、衝撃受けたし、まあ、前回のBe&TheFoils
のタイミングでもポータ君とねコラボレーションがその制作の中であったんで、その中でその影響を受けて書いた曲がねちらほらあったりしたじゃないですか、うんうんうん、っていう意味で言うと今回もねポータ君にすごくインスピレーションをもらったような曲もなんかここからできてくるんじゃないかなっていうぐらい新曲がすごい良くて、はい、頭から離れないもん、うん、ドゥルル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 ルですね、ちょっと概要を岡崎お願いします。ポーター・ロビンソンスマイルワールドツアーということで、はい、ガリレオ・ガリレイは、日本の、東京と大阪公演ですね、うん、はい、2月、来年の、2月10日、東京ガーデンシアターと、2月11日のナンバーハッチ、はい、2公演で、出演します、はい、やった、まあ、来年気になりますけど、うんうん、これもね、だからトラップと同じだよね、うん、こういう感じのも結構あるんだよね、うん、長いスパンで、うん、来年の中頃ぐらいまでいろんなのが今仕掛けられてる感じなので、うん、多分いろいろね、うん、素敵なニュースが、うん、トラップがね、うん、あると。どうしてるか、いやでもどんな感じになるのか楽しみだよ ね、うん、俺さ、その正直そのさ海外のアーティストが来日した時好きなアーティスト見に行くじゃない、うん、やっぱその日本のね自分がなんかよく分かってないバンドとかさアーティスト前座で出るみたいなのあるじゃん、うん、あれ結構懐疑的だじゃん、いつもブータれてんじゃん、うん、俺、だから自分的には例えばなんだろう、なんか好きなアーティストからなんていうのオープニングアクト的なところで出てねって言われても俺は絶対断るからってずっと言ってて、うんうん、どっちのファンのためにもなんねえみたいなことを俺ずっと言ってたんですけど、うんうん、今回のポータ君のやつはポータ君から直接直々に、ね、うん、はい、ガリレオ・ガリレイがいいって言ってくれて、うんうん、でね、その多分日本側 そのライブチームも急遽、うん、多分動いてくれて、うん、どうにか実現させてあげたいっていう、うん、そのポーターのために、うんうん、で中でガリレオ・ガリレイっていう名前だったんで、ちょっとこれはね、でもう出るしかないなと思って、うんうん、その出方だったら僕は違うなと思ってたから、うん、なんですごい楽しみだなというふうに思ってるんですけど、うん、曲もね何やろうかなとかさ、うん、なんかポッター君とコラボそこでもできたらいいななんて、うんうん、思ってたりね、ちょうどねその日本に来るわけなんで、うん、なんか軽くね一緒にちょっと書いたりとかしていけないかなとかって思ってたいですね、確かに、うん、いや本当にありがたいことですよ、うん、ちゃんと相思相愛だと思いますって言える、うん、そのアーティストの、うん、やっぱワールドツアーに僕らもね関わることができるというところで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ポーター君ありがとう。ということで見に来てください、うん。来年の2月10日ですね。2月10日と2月11日。はい。ガーデンシアターだよ。はい。ね、ガーデンシアター。好きな箱だよガーデンシアター。うん、一回やりましたよね。やった。アニメフェス。今年の1月ですね。やりましたね。うん、でかかったよね。うん。うん、音すごい良かったし。音良かった。良かったね。音めちゃくちゃ良かった。ナンバーハッチも好き。うん。ね。うん、俺も好きです。はい。ということで、そして、うん、コラボレーションといえば、クラフトランドというね、はい、北海道の、札幌のね、うん、国営滝のすずらん丘陵公園という。うん、国営なんだ。国営。国営となんだ。何がいいと思うんだ。でもこの滝のすずらん公園で行われる、うん、クラフトランドというフェス、はい、イベントに僕ら出演します、はい、6月の今年のね6月29日、はい、土曜日となっております、はい、もうこの滝のすずらん公園っていうのが僕らもすごいよく行ってて、うん、家族でも行くしメンバーでも行ってね、うん、それこそビヨンザホエルズタイミングのアーシャをちょっと撮ったりとか、ね、うんうん、実はね、実は、うん、普通にブラブラしに行こうぜっていうところもあったんですけど、うん、まあ、滝野という名だけに滝がねありますね、あるんですよね、ちょろちょろっと、うんうん、あととりあえずその丘陵という感じなんで丘ですね、うんうん、結構運動になるよね、なる、広い本当に、うん、ね、だって全部ぐるって回ったら半日かかるから、かかるよね、かかります、ウォーキングだよね、うん、で自然がいっぱいで、うん、花畑とかもすごいたくさんあるし、うんうんうん、ご飯もねたくさん美味しいのを食べれる
お店がねちらほらあったり、はい、素敵な場所です。あとあの子供の遊び場が結構 あって大人も一緒に遊べるような場所もあったり、うんうん、俺がすごい記憶にあるのはその滝のすずらん公園のさ丘あるじゃん、でっかい、うん、坂か、うん、山があってさ、うん、すんごい長いこう、うん、丘があって、うんうん、そこを、うん、なんかねでっかいバルーン風船をひたすら転がせるっていうのを、はい、ありますね、借りて、うん、あります。それすごい楽しそう、うん、楽しいね。楽しいです、ね、ちょっとやったんだけど、うん、ああいうのもできるような、うん、本当に素敵な場所なんで、うんうん、ぜひ。あとあれか、鳥、動物は結構いるんだよね。鳥が確かいるんだよ。バードウォッチングとか確かやってたはずなんだよね。っていうぐらい、小鳥たちのさえずりが、ピロ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 聞こえるような。うん、で、そこでですね、ちょっと 長くなりましたが、はい、かねてから僕がね、うん、楽曲提供とかもしてまして、はい、家入レオさんという、はい、シンガーの、うん、とコラボレーションが、決定しました。はい。で、ありがとうございます。ございます。いやー、家入レオさん、うん、本当に、もう何曲かな ?1、2、3。3曲は少なくとも提供してまして。うん。1曲がね、うん、アニメのね、曲にもなったりとかしてて、うん。レコーディングもね、それこそ一緒にちゃんと入って、やったりもしたんですけど、うん、この間、ちょうど、家入さんと連絡するタイミングがあったんですけど、うん、一緒にスタジオ入って会った時から、うん、なんか素の自分で、いられる相手だったんですって、うん、言ってもらえて、うん、俺もそうだったなと思って、なんかすごくね、対こう、めっちゃミュージシャンですって感じじゃなくて、うん、なんかこう、スッと、あ、知ってるぞこの感じみたいなのが、意外にっていうか、多分意外にだね、意外にある、うん、そういう関係になってまして、うんうん、いや、ちょうどね、このタイミングで、またね、レオさんと何かコラボレーションもしたいね、なんて、ね、うんうん、話をしてまして。で、いくつか考えたうちの一つが、この、クラフトランドでのコラボレーションになってます。はい。はい、多分、何やるんでしょうね。まあ、とりあえず、家入レオ3曲やりたいよね。うん。1曲を俺らで演奏して、うん、歌ってもらって、っていうのもやりたいし、やっぱ提供曲があるので、うん、それをちょっと一緒に歌うとかっていうのもやってみたいし、うんうん、あとガリレオのね、曲も女性コーラスの曲がいっぱいあるんで、それをレオさんと、うん、一緒に演奏するっていうのも楽しそうだなと、うん。やりたいです。まあ、例えば、バナナフィッシュとかさ、うん、いいですね。いいじゃん。うん、まあ、今のところでも、家入さん側のね、何やりたいですかって一応お互い聞き合ってて、うんうんうん、これから決まる感じにはなってるんですけど、はい、多分本当に数少ないというか、これからまたとないね、うんうん、とっても貴重な、うん、時間になると思うので、うん、それをね、北海道のこのクラフトランドで、できるということで、はい、とっても嬉しいです、はい。そしてこのクラフトランドが、うん、僕らの、ライブの制作をやってる方、うん、はい、ずっとだから一緒にね、フェリー、うん、僕らとフェリー乗って、うん、ずっと一緒に、もうもはやマネージャーなんじゃないかみたいなさ、うん、ちょっとライブ制作の垣根を越えてしまってる人がいるんですけど、うんうん、その方がクラフトランド、今回のイベントの、ね、うん、立ち上げの一人、うん、立ち上げ人の一人っていうことで、うん、F ね、そう F、 F の人ね、 F の人もめちゃくちゃ僕ら応援してるんで、うんうん、このクラフトランドももうとっても楽しみにしてるし、やっぱり北海道でね、新しいやっぱイベントを立ち上げたいっていう、その、うん、結構いろいろフェスあるじゃないですか、うん、その割とレジェンド系なんですよ。だからその、もう古い、うん。古いって言うと、だからその、立ち上げがもうそもそもめっちゃ昔で、うんうんうん、前の世代っていう人たちが、やっぱり立ち上げたイベントっていうのが今、主力のイベントになってると思うんですけど、うんうん、北海道って。っていうのに対して、やっぱ新しい世代のイベントをちゃんと作っていきたいっていうふうに、ん、うん、話も僕にもしてくれてて、それで今回クラフトランドっていうね、イベントが、あるので、うん、僕はもう、ぜひ皆さんに来ていただいて、うん、北海道外からも、ファンにはね、遊びに来てもらって、うんうん、そして僕らと家入レオさんのコラボレーションを、その目で、はい。見てほしい。ぜひ。なんか、いろんなコラボレーションがそれがある。あります。感じその、僕ら以外にも。そう、うん。それがなんかこのクラフトランドの特徴の一つとも、うん、言えるっぽいですよね。ね、いろいろ聞く限りではね、アーティスト同士でね、うんうん、なんかやるみたいなの。あとその、多分、そもそも場所がすっごい
なんて言うんですか、もうザ北海道、北海道じゃないとこんな場所作れないだろうっていう、ね、国営なんで、でけえ場所なんで、うん、そういう意味でもただただ音楽ね聞きながらもうビール片手にうろちょろするだけでも、ね、癒されるし、いわゆるねロックフェスのそのちょっとこう戦いに行く感じ、ではないんじゃないかなって、僕は思うんで、本当に気楽にね、家族とか連れてもいいし、お子さんいる方はお子さんとか連れてきて、みんなで楽しめる、イベントになっていると思うので、ぜひ、クラフトランド遊びに来てください。よろしくお願いします。改めて、6月29日です。はい。はい。忘れては。ならない。ならない。ライブ、ナタリーさんがね、主催してくれた、ベースボールベアとガリレオ・ガリレイの、対バン。はい。8月の9日、はい、金曜日ですね、東京、Spotify O East、はい、というね、場所で行われます。はい、イェイ。いや、もうベースボールベアだよ。ベボベだよ。ベボベ。やべえよ。青春。もうベースボールベアの曲1曲やると俺の中で確定してるんで。うん。カバー。いや、だって学生時代結構カバーしたからな、ベースボールベア。アルバムもね。楽譜あったもん。うん。MD MD に入れてたもん。MD カズキが作ってくれるのいつも MD。ベースボールベアって書いてさ、一応こうちょっと絵とか書いてさ。ぜひ遊びに来ていただきたい。個人的にさ、ガリレオ初ライブはさ、ベオベのとの対話だった。ああ、本当なんだ。ゼップ札幌でやったヤングフラッグっていうね、東京 FM のイベントで、出会い君が加入してもうすぐの時。初ライブ。そうサポート。その時点のサポートなんだ。わおと。その時にベボベとガリレオと、あと誰いたか、サカナクションと。あ、いたね。あと、みたいな。そうだ。何でかってイベントがね。ベボベの、あの方々のさ、メンバーがめちゃくちゃ優しくて、いつも。何回かね、タイミング合ったタイミングで、お会いしてね、お話とかさせて、ご挨拶させていただいてるんですけど、ベースボールベアの、皆さん、めちゃくちゃいい人で。あと、俺が、その、初めて、閃光ライオット、出場して、その、スクローブロックでラジオね。で、なんか電話企画で。ああ。そう。学生時代に、家から、ベースボールベアに電話かけるみたいな、やった記憶があって。だから、その時の話しようと思ってるんですよね。その時、いろいろ何話したかも、あんまちょっと覚えてないけど、なんかもうずっと汗汗してたなって、聞いてて。それ覚えてますかって、本人たちに。聞きたいなと。ね。すごい楽しみですね。とにかくベースボールベアの曲を一曲、俺らバージョンで、ちょっとやりたいんですよ。カバーしたい。あれもやりたい、これもやりたいですけど、何が起こるかな？何が起こるか。何が起こるか。楽しみに。はい。改めて、8月9日の金曜日です。はい。Spotify O East。はい。ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。お願いします。そしてライブといえば、ライブといえば、いえば我らのツアーがありますね。発表ツアーがあります。ツアーがありますよ。王さんお願いします。王さんね。9月27日の、ゼップ札幌を皮切りに、全7公演ですね、回ることになってます。札幌から、福岡、広島、仙台、名古屋、難波、そしてツアーファイナルが、羽田の全7公演。こちらが、オフィシャル二次選考がもう、数日前から4月23日から、始まってまして、5月12日、23時59分まで、受け付けておりますので、ぜひこちらも遊びに来ていただきたいなと思います。お願いします。ツアー M ツアー M とは M とは何なのか、まだ謎に包まれてる。今回公演数すごいあるよ。全然あんま行けてなかった広島にも行ける、仙台にも行ける。あと名古屋も実はね、ちょっとやっぱ東京大阪っていう場合もあったんで、そういう意味でも来てほしいとこやありましたね。行けるなっていう感じで、すごい楽しみですね。全国みんなで回りながら、でまあもうね、多分みんななんとなく予想はしてると思うんですけど、これアルバムのツアーになってるんで。はい。なんで多分もう、新しいね。完全に今新しいものできてるから、次のやっぱりこう、ガチッとね、上がってるような楽曲。と、僕らのその、演奏の、なんていうんだろう、クオリティが上がってるわけじゃないですか。この年齢に来て。より。っていうところで言うと、本当に、なんだろう、
新しい、ツアーっていう感じだと思うんで、うん、そういう意味でも、実はその、この間のつながりとかで、その、すごい過去の曲をね、うん、やったじゃないですか。うん、過去の曲をね。やってなかった曲、うん。あれはね、ちょっとある種ね、少しだけこう、やり納め感が僕の中でありまして。うんうん、なんで、このツアー M は、やっぱり今の僕らを、がっつりと、見て、最高に楽しんでもらいたいなと思ってるツアーなんで、うんうん、本当に楽しみにしててください。よろしくお願いします。はい、お願いします。相当力入ってます。なんか、できてる曲もさ、なんか今までのスタンダードが置き換わるぐらいの、そうだね。スタンダードになり得る曲とかもできてると思うし、うん、ライブ映えする曲とかもたくさんできてるし、うんうん、だから、Me and the Whales が、まあ、なんかニューガリレーの1枚目だとしたら、本当になんかセカンドらしい冒険感とかすごいあるし、なんか本当に、まだね、完成はしてないけど、ワクワクしかないですよ、うんうん、現状随分と挑戦的だからね挑戦的ですね、うん、すっげえ楽しみだよね、うん、まあ、ここからねしかもさっきの話でポーター君に影響を受けたような楽曲がもしかしたら生まれるかもしれないし、うんはいはい、あとあれですねそのライブ映えそれこそそのさっき言ったようにする曲っていうのが結構今できてるので、うんうんうん、でライブ映えするっていうのを Beyond the Whales でさ、うん、意外にこういう曲がライブでグッとくるんだなって、うんうんうん、自分たちも気づくことがあって、うんまあ、そういうのがちゃんと反映されたツアーアルバムになると思うんで、うん、明らかに、うん、ワンランク上のワンランク少なくともワンランク上の、はいものになってると思います、はいはいまあ、ここから続々といろんなニュースが、うん、またね、ここで今言えてないこともたくさん、さっき言ったようにあるんで、うんはい、これが公開されていき、はい、全てが繋がると。繋がり全てが M に繋がるという。はい。はい。で、もう一個。もうニュースだらけ。ニュースだらけです。ライブといえば。ライブといえば。なんとなんと。なんと。なんと。ウィンターハーベスト、冬の収穫祭の、はい、ツアーファイナル、トヨスピットのライブ映像、うん、フルで公開します。イエイ。おー今日で。すごい、今日です。この後10時ですね。うん、なんと10時。なんと。こんなことあっていいんですか？いいのか。フル公開。フル公開。無料。やめた方がいいんじゃないか。いいんだよ。見てもらおうよ。見てもらおう。いいライブ。本当に見てもらいたいよね。いいライブ。うん、ライブにね、実際見に来てくれた方、でもね、うん、楽しめるちゃんと映像になってると思うし、うんはい、あとあれだよね、その、ファンの方々からさ、もらった映像を使った、プロジェクター投影もあったじゃないですか。ね、はい、ありましたね。あれもちゃんとバッチリ映ってるんで、うん、それもね、うん、あ、これ自分の映像だって感じで、探してもらえたらいいなと思うし、うんはい、メンバーの雰囲気がめちゃくちゃいいライブだったんで、うん、そうだね。ビアンザホエルズはちょっとやっぱり、こう襟を正して、うん、みんなに再び会うんだっていうね感じがあって、うん、でちょっとだからこうあれだよねピシッとしたね、うん、空気だったで今回のその冬の収穫祭は柔らかい感じがありました、うん、あった、うんうん、お客さんもねもう一回そのもうバンドが走り出してるんだっていう、うん、ところで見てくれてた感じがあって、うん、本当にあちゃんと戻ってきたんだなって改めて、うん、しっかり実感できるようなライブだったんで、うん、その温かみが多分映像にも、うん、しっかり入ってるんじゃないかなと思うので、うんはいはい、皆さんそれを体験していただいて、うんはい、そしてツアー M に、はいうん、ですね今年の目玉ライブ本当になんかこの冬の収穫祭は、うん、過去一のその時はね過去一の パフォーマンスだったと思うんですけど、うんはい、と思う本当に素晴らしいライブだったと思うんですけど、うんうん、それ以上のライブにねなる軽く超える絶対します、うん、なんであこれを超えてくるのかと、うん、そう思いながら見てほしいライブであります、うんはいはい、ライブであります、はい、それはケロロです、はい、あれなの一応期間限定ということで期間限定ですね、 そうですね、うん本日の10時から、うん、9時から、4月29日の23時59分まで、はい限定公開というところだ、はい、見てね、はい、俺らも見るんで、ねはい、あとそのこの映像公開に合わせて、はい GG のね、うん、オリジナルグッズをまた改めて作りまして、はい、ひまわり T シャツ、はい、ツアーデザインのポスターにもなってます、うんうんをもうめちゃくちゃメンバー気に入ってて、はい、僕もずっとプロフィール画像になってますよ、うん、ツイッターの、うん、を T シャツにして、はい受注販売という形で期間限定、はい、
開始します。本日からですね。はい。本日の9時から5月1日の10時まで限定販売というところなので、はい、ぜひこの機会にゲットしてみてください。なんで、もし映像これ、無料でいいのって思ってくれたら、うん、その代わり、うん、このヒマン T シャツを予約してくれたら、はい、確かに嬉しいですね。とても素敵な流れだと僕は思います。うん、はい、あんまりでもね、商売気出したくない。いや、すごいいい T シャツなんで。いや、すごく可愛い。可愛い。可愛らしいデザインになってます。ぜひ、はい。お願いします。お願いします。お願いします。いや、ニュース盛りだくさんですね。いや、盛りだくさんですね。盛りだくさん。うん、まとめると？まとめると、最後にまとめます。じゃあ、いきますよ。はい。ポーター・ロビンソンのワールドツアーに、僕ら出ます。はい。はい、スト参加で。まあ、来年です。はい。で、クラフトランド、はい、今年の、6月29日に、うん、北海道の、札幌のすずらん公園ね、うんうん、滝のすずらん公園で行われるクラフトランドで家入亮さんとなんとコラボレーションします、はい、うん、そしてツアー M というアルバムをね、うん、まあ、僕ずっとかねてから言った2枚アルバムを出して、うんうん、まあ、ツアーね、はい、ありますと、ツアー M です。でそして、ウィンターハーベストの映像が今日、うん、全てフルで公開されます、はい、でグッズも出ますと、うん、はい、そしてベースボールベアとカリルガリレの対バン、はい、楽しみです。8月にあります。いっぱい、うん。他にもいっぱいあるから。他にもまだ発表できないものがある。そして、そして、いや、これはね、もう言わなきゃいけないなと思って。うん、はい。なんでしょう。日本ハムファイターズさん、5連勝おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。最近ね、カリルガリレ、まあ、僕発案でね、うん、野球をバンド内で広めてまして、うん、岡崎くんがね、野球経験者なんで、うん、そうですね、一緒にキャッチボールとか最近ね、やってますね、したりね、はい、さっき言ったゲーム盛りでもキャッチボールずっとしてたとか、うん、いろいろやってるんですけど、さらにはね、近いうちにエスコンフィールド、うん、北海道にね、できた、うん、札幌にできたエスコンフィールドに行って、はい、みんなでファイターズの試合見に行こうっていうところで、うん、もうね、ファイターズ応援してます。大応援。だってさ、大応援。試合見ながら曲作ってるもん。そう。うん、流しながら、ね、試合をこっち側に、うん、こっち側にちっちゃく映してるから、うん、ライブのリハとかもさ、見ながら、なんかでもすごい集中できるんだよね。うん、あとその僕が書く曲結構多いんですよ。うん、野球題材の曲でしたね、うん。あれですよ。だからサッカーでもなく、ね、それ以外の球技ではないんですよ。うん、確かに。僕はいつも野球を考えて、うん、スポーツというかさ、そういうの感じさせるね、うん、楽曲を作ってて、うん、野球ってね、切なくね、うん、エモい存在が、エモい勇気がさ人間模様とかさ、うん、切ない目を言ってたさ、表情とかね、全然野球は分かんなかったんですよ、うん、でも本当にそうなんだね、うん、一緒に見てさ、うん、うわ胸がキューッとなるみたいな、うん、相手チームのこと考えたら、うん、ここですごい責任を背負って顔に出るもんね、うん、ピッチャーもバッターもさ、うん、みんなさすごい、いや野球はなんか顔を見る、うん、表情、魂を感じる、うん、その人今ね、もうガチガチなんだろうなとかさ、うん、そしたらプレーに出るじゃん、うん、それももうとっても胸にくるじゃん、うん、っていうとこが一人一人しかもスポットが当たるっていうのが今野球、うん、やっぱ野球すごい好きだなと思うところで、うん、だからこそ楽曲のその自分たちの人生に重ね合わせやすい時が結構ある、うん、マウンドに上がるっていう言葉とかもそうだけど、うん、はい、っていうのもあって、まず、あ、さっきのね、ベースボールベアとのね、うん、対バンもありますけど、野球の日なんですよ。野球の日。野球の日らしいですね。うん、大きく振りかぶってるね、うん、夏空とドラマチックという曲が、はい。ありますよ。あ、そうか。主題か。そう。うん、最初がドラマチックで、俺らもめっちゃ聴いてて。で、次が、3つ目か、夏空。なぜだ。すごいね、野球が来てるね、なんか。来てる。推しの選手言っていい？お、もうここから関係ない話していいですか？はい。始まるかもしれない。22時のライブが。あ、そっか。うん。始まってもらって、それは。俺のファイターズの推しの今の選手は、はい。ちょっとミーハーですけど、はい。タミヤ・ユア君ですね。ああ、いいですね。キャッチャーです。ユアビーム。ユアビーム。素晴らしいですよね。マジで、でも最近初めの一歩読み始めたんだけどさ、岩井君の影響でね、うん、岡崎君も言ってくれてさ、うん、読んでてさ、うん、一歩だね。タミヤ君は。初めの一歩か。重なるもん。タミヤ君のもう表情、うん、一挙一動、うん、一歩に、うん。俺もさ、本当にファン、なんか、
顔ファンみたいになっちゃってさ、うん、選手たちの。あの、YouTube でさ、普通にあの、選手でわちゃわちゃしてる映像とか、うん、最近見ちゃってるんだけど、それでもね、そう、てーてー、うん、超尊いんだよ。で、あの、タミヤくんはもう、わちゃわちゃって、その同期たちがいる中でも、うん、一言も喋んないで、ニコニコしながらこうやっているんだよ。うん、もう、一歩じゃんってなって。うん、あ、確かに。そう。で、今すごいでしょ、成績もね。うん、画像も送ってくるもん、縁も。そう、俺、かわいいタミヤくんの画像つって、最近みんなに送りまくった。岡崎くんの推しの選手は？自分は、あの、川野選手という。川野選手。中継ぎの投手なんですけど。僕も、川野選手。川野選手が好きだ。だって、岩井くんが、こう、ぐっとさ、俺らが見てる野球一緒に見てくれてさ、うん、あの、ぐっとなんか入り込んできたの、川野選手見てた時だもんね。そうだね。俺、この人好きかもって、確か言ってたじゃん。うん、あ、言ってました、ね。何段階モーションだから。あれは何段階なんですか、ね、勝手に俺は3段階モーションどんどん上がって4段階4段階まだあるぞもうすごい素晴らしい、ちょっと俺の兄ちゃんに若干っていう感じしていや、そういうのもいいよね、うん、そういうのあるよね、うん、あ、なんか友達のあいつに似てて好きみたいなさ、カズキは、カズキは自分は、松本剛選手、うん、もうね、うん、札幌をね、歩いてるとね、うん、めちゃくちゃ松本剛選手のあれを見るみたいな、ポスターとか、うん、ここにもいる、ここにもいるみたいな、うん、同い年なんですよね、そう、確かに、え、ひっくり、和樹と、はい、うん、何か運命的なものが、まあでも、あのガリレオ、そのなんていうの、ファイターズね、北海道に今いてさ、うんうんうん、いるからこそそのエスコンも見に行けるしっていうので、うんうん、ファイターズをじゃあまずやっぱり知り尽くして応援しようぜっていうところ、うんなだけで、うん、俺はもともとあのマリーンズ好きだなって思ってた、うん、大輝くんも確かマリーンズファンなんだよ、うん、あ、そうだよ、うん、で岡崎くんもともとはライオンズ好きだったね、そうですね、セーブライオンズですね、うちにだってライオンズの帽子あったもん、うちもあったあったでしょ、うん、なんなの、青いやつでしょ青いキャップでしょ、青いキャップ、サンバイザーって言ったサンバイザー、あの白いね、ライオンが書いたやつでしょ、うんうん、なんだろうあれね、まだ多分日本、あれだ、北海道に球団がなかったから、あ、道外の球団を、そっか、応援してたんだ、確かに確かに、うん、親がね、うん、確かに確かに、まあ、そんなね感じで、だから僕、あの僕らがファイターズ、あの好きだって言ってるだけなんで、他の球団が好きな人は怒んないでっていうところ、そういう怖さがある、怖さがある、すべての球団が素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、うん、で本当にあのアピっていきたいなと思って、うん、確かにファイターズに届いたらいいですね。届いたらいいです、ね。届いたらいいです、ね。この間、ね、ほら届いてほしい、ファイターズガール見たじゃん。あ、そうですね。ホテルのライブで。ああ、コラボレーションはしてないけど。映像。前回のナマラ？あれ？前々回？あ、そうですね。でも映像になってた、はい、うん、ホテルでねライブしたんですけど、北海道。そこのね特別ゲストが、はい、あのファイターズガールの皆さんでね、うん、あれ聞いたよね。あのキツネのやつ。キツネダンス。あとジンギスカン。ジンギスカンやってましたね。いや、よかったね、あの時間、うん、いい時間でした。よかったね。でも、球場行こう、マジで。うん、球場行って、次回に野球見て、うん、ビール飲んで、ビール飲んで、写真撮って、写真撮って、グッズ買って、うん、楽しもう。いや、元気もらえるんだよね。やっぱり、うん、制作中さ、ね、今ちょうどアルバム作るのすっげえ大変じゃん。うん、時折具合悪くないでしょ。中で、うん、こうパッてつけて野球、うん、ね、西山見てさ、うん、勝とう勝とうが負けようが、うん、やっぱその表情、うん、ゆうあくんを見ると、うん、あ、頑張ろう、ゆうあのためにって、いやでも本当そうですね、わかります、なりますね、うん、ちなみに俺ら万波選手のことをマンニャーって呼んでます、うん、マンニャーって感じで、はいはいはい、ということでニュース盛りだくさんと、ニュース盛りだくさんということで、もう始まってるかもしれない、ライブは、ライブはそうだね、うん、ぜひ皆さんそっちに待機で、全裸待機、全裸待機で全裸待機でよし、ということで、はい、ガリロガリでいっぱいね、はい、ニュースまた、うん、はい、あると思うんで、続報をお待ちください、これからよろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします、ではまた、はい、北海道、あ、そうゲストもね撮ったよね、この間。そうですね。ゲストアリーの生ら撮ったじゃん。うん、撮りましたね。あ、そうなんですよ。それもあるんで。それもある。うん、いつ公開かちょっとわかんないですけど、ねうんね。今年中には公開できるんじゃないかな。俺らずっと今年入ってこれ言ってない？
いつ公開か分かんないですけど、多分動画、うん、あの見たら言ってると思うんですけど、いろんな動画で未来があるっていうです、ね、未来があります、ポテンシャルがあります僕らには未来がある、うん、ということで、はい、皆さん、ライブでね、うん、お会いしましょう、はい、ではさよなら、さよなら、バイバイ。